行く。私は平気だけど、大丈夫？そうだね。どんな様子だった？そう。そっか。四六時中顔合わせてんだもんね。ううん。なんか不思議。二人って、なんだか恋人同士みたいに見えることあるから。あ、びっくりした。靴下？出しといたよ。あるよ。しょうがないな。ちょっと待ってて、今探してあげるから。何言ってんの？無神経なのはあんただけでしょ？あるよ。でも、そういうのってなんかいいね。バカ。あんたね。この部屋の外、行ってみる？開かないの？
ちょっと、そんなとこいじって大丈夫？ちょっと、そんな怪しい知識なわけ？開けた本人が一番驚いてるじゃない。なんか気味悪い。もしかして、悲鳴あげた人って…それより、生きてるの？
どちら様ですか？通りすがりのものなんですけど、建物の中から悲鳴が聞こえたので。仕方ないでしょ？それはそれは、わざわざすみません。こんな格好でなんなんですけど、ここの受付業務担当の笠原美澄と申します。それがですね、上のフロアを通りかかった時に変な物音がしたんで降りてきたんです。物音の原因はどうやらこの場所らしくて、いろいろ調べてたらシャッターが急に、慌てて戻ろうとしたんですけど、挟まれたと。はい。こら、笑っちゃ悪いよ。たく不謹慎なんだから。とにかく、このままじゃかわいそうだから、なんとかしてあげようよ。笠原さん、今、助けます。ちょっと待っててくださいね。はい、ありがとうございます。そうだね。でも、すぐに外に出されちゃうんじゃない？それはどうかな？確かに、申し訳ないくらいだね。そうだね。あなた、ゆつきちゃん。はい、ゆつきです。穂高ゆつきです。先輩、お久しぶりです。うん、以前ちょっとね。私は個人的だけど、同じ高校ならみんな知ってるはずだよ。水泳で全国区の選手なんだから。って、この前も全校朝礼で言ってたでしょ？どうにあんたって言うわ。水谷先輩は、どうしてここへ？そうだ、もしかしてゆつきちゃん、さっき悲鳴あげた？あ、それ私じゃないんです。あっちでシャッターに知り合いの人が挟まれて、それで、笠原美澄さんのこと？
そうです。え、でも、どうして？これから助け出すとこ。よかった。一人でどうしたらいいのかわからなくて。じゃあ、私とゆつきちゃんは、この部屋の中探してみる。お願い。お願いします。はい。壁のどこかにシャッターの配線が埋め込まれているはずなんですけど、場所まではちょっと。何さんでしたっけ？あ、ご丁寧に。私は笠原。言いましたっけ？私、私のお尻のポケットにカードキーが入ってます。それを使えば物品庫が開くはずです。あそこやったら何か役に立つものがあるかもしれません。え、何か問題あります？すみません。よろしくお願いします。
開けられた？そう。水谷先輩、早く行きましょう。バーカ、変なこと吹き込まないでよ。平気です、水谷先輩、本当は優しいんですから。本当はって、水谷先輩は私の恩人なんです。そんな大げさな。行きましょう。